皆さん、何ヶ月か前にやったワンカラカラオケ対抗イベント的なものを覚えてますか？あれでビリになった人はワンカラで一日バイトをしなきゃいけないという罰ゲームがありました。なので PDR さんがワンカラで働く姿を見たい人は、見なくていいよ。ぜひ3月19日の16時から21時の間に四谷三丁目のワンカラに来てください。来ないで。はい、それだけです。この後メインチャンネルに動画を出すのでご心配なく。てか PDR さんが嫌いな人ぜひ来てください。多分楽しいと思いますよ。29歳にもなってカラオケでバイトをする PDR さんの惨めな姿を見て。